しくた。はい、こんにちは、村岡正則です。今回はですね、北海道でシーバスを狙ってみた編パート2でございます。で、今日はですね、2日目に当たるんですけど、3日前、月曜日になんとシーバスが釣れたっていう情報が入ってきて、ここのサーフで釣れたそうなんですね。なので今日はここに来てみて、ちょっと一日いろいろやってみようかなという。で、昨日の夜雨降ったので、まあ今川が、まあそんな増水ってほどでもないけど、まあ川の河口に来てみました。で、河口堤防があるんで、ちょっとそこで1、2時間いろいろやってみようかなっていう感じでやります。なんかシーバスジャーニーっぽいぞ、始まりが。さあね、雨は上がったんだけど、今度一転して今日はね、風が強いです。南風かな、西南西風10メーターぐらい。まあ幸い陸から海に向かって吹く風なんで、海が荒れることはないんですけど、まあこの界隈はあれですね、こう大きな湾になってるんで、どっちみち風はかわしやすいですね。さあ、ブロイの140でいきたいと思います。まずミノーゲームで、いやーすごい川の流れと、ここに馬の背があるもん。馬の背の上を流してみましょう。本州だったらここはスズキ釣りの超一級ポイントですね。でも、いわゆる汽水につく川のね、水に寄ってくるスズキがいるのかどうかっていう点で言うと、ちょっと何とも言えないですよね。こうやっぱりまだ北限すぎて、初夏から秋口まで一瞬についてるだけかもしれないんで、結構ね、スズキも移動する魚だから。でもこの雨でちょっと茶色く濁ってる流れが海に出ていくんですけど、こういう河口はね、背になるんで、本州なら絶好ですね。うん、これはスズキ釣りをやってる感じがしますね。うわー、風強い。3日前ここでね、シーバス釣れてるんで、このテーマというか、そっちのサーフで釣れたようなんですけど、もうここにいたのは事実として情報が入ってきたんで、チャンスはあると思うんだよな。漁師さんのね、定置網に 1,2 匹入ったっていうのを釣り人が釣るのは多分もう本当に絶望的に難しいと思うんですけど、同じ釣り人が釣れてるって情報は非常に可能性としてありで、網に入ったよっていうのはもうとんでもない収入力のあるね、定置網みたいな、あらゆる魚をね、捕まえる装置に1匹2匹入ったっていうのはね、あり得るんですけど、うわ、すごいいい流れだ。水深はこの足元で4メーターぐらいかな。もうめちゃくちゃ水がきれい、川の水が出てますから、スズキだったらここなんですよね。でもスズキも本当に2種類いて、もう川の中入って完全淡水のとこでも順応してガンガン咲くタイプのスズキと、そこまでは入んなくて海水と汽水にいて、でもやっぱ汽水がいろんな餌をもたらすんで、雨が降ったり、まあそういう大潮のね、詐欺潮とか、そういう汽水機から水が大量出るときにこういったとこ寄ってきて、その混ざってるとこで食べられそうな餌を探してるスズキとね、2種類いるんですね。だから、まあ、今狙ってるのはどっちかというと海寄りの、残念ながら多分純淡水になっちゃうような川がこのエリアにはないような気がします。まだ全部分かってるわけじゃないんだけど、 Google マップとかで見てる感じないんだろうなと思って。釣れそう、釣りたい。ただね、まあ沖側にこの並びの浜に昨日あれだっけのイワシがいたんで、今もあれイワシだと思うんだよな。イワシのね、群れがたくさんいるんで、まあ、当然だけど川に来るとか汽水に来るとか、まあ、パターンで言いますが、基本的には餌食うためにいるんで、もう食べやすい餌があったら雨が降ろうが、ね、関係ないんですよ。もう食べやすい餌のとこにいる。で、それがいない時に少しでも餌が落ちてくる増水後のは川に集まってきてたりするので、まあ、浜にあんだけイワシいて鳥山立ってたら、今日もね、来る最中見てたんですけど、朝もやってたようですね。そんな名残があったんで、まあそこまで期待はしてないです。期待はしてないけど、やっぱりこういうとこ見たらとりあえずやらないと気が済まない。あ、というかいつの間にか晴れてきたね。ゴミか、え、違うの、なんか魚っぽいけど、魚です。とりあえず今日のホゲリは脱出しました。
ちょっとジグにしてみます。フォルテ 40g、 昨日塩目を打ってる。あ、ここはベイトいるね。揚げ潮の後半だからまた4時か5時からだろうね、始まるの。今ちょうど干潮いっぱいのとこですね。で今日すごい引くんで、ドーンと潮が落ちてるタイミングで、まあ、この時間一休みって感じかな。鳥もこれが気になるな。これが落ちたらとてもやばい。助かるのかな。今ジグをそこ取りながら 3,4 巻き巻いてそこつけてって感じですかね。この辺だけは鳥が休まずにね回ってるんで、魚は見えてるんですよね。まあそこに魚がいるんで、あの前に来ると鳥も 1,2 周回るけど、まあ、海面には刺さずにまたどっか行っちゃうんで、まあ、今はフィッシュ板に突き上げられてる状態ではなさそう。で多分揚げ潮になって夕方近づいてくると沖からね、メインは大物そういうのが接岸してきて、イワシもまたサーフの方に逃げたり、水面の方には逃げてくるんで鳥山が立つんですよね。なんか最初はいそうだと思うんだけど、やっぱ一通り打って出ないと違うなって思っちゃうね。なんかここが九州のこんなフィールドだったら3時間ぐらいやってられるんだけどね、多分回遊してくるとか思えるから。ここは夜だな。夜一回やりきたいね、今晩か。この風がやんだらやりたい。12時ジャストの深持つ120。夜はこういう釣りをしてみたい。こういうガチャガチャの馬の背の上を強い波動出すね。ガボッツ12、15、どっちも良さそうですね。いい動きしてんな。ちょっと夜のイメージトレーニングです。レイでもね出るけどね、まあ、本州とかなら全然これでね、昨日の夜雨なら鉄板ですけどね。でこの水面のひょろひょろモコモコやってるとバーンと出るのがスズキですけど、さすがに北海道では出ませんでしょうか。うん、大体流れと地形が分かりました。あのザバザバーって言ってるとこが一番浅くて、多分今1メーターちょっとしかないですね。だから夜はちょい高いんでここまで波立たないんだけど、その背の上を上を流すイメージを作れました。はい、じゃあナレージ6号ですね。1時になったんで、まあ、干潮から1時間経って揚げ潮が、あ、ほらほら潮目がぶつかり始めたでしょ。揚げ潮がね海から刺してくる時間です。で川は相変わらず流れ出てるので、まあ、そのぶつかったラインとか、この背の上はね、ほんとここが日本の真ん中、本州とか四国とか九州とかだったら、もう絶好のランカー、シーバスのね、ランカー獲得ポイントですね。超一級ポイント。今北海道でシーバスを狙おうとする日が来るなんて思わなかったな。昔からやってる人ほど北海道にはシーバスいないってね、思ってるというか、もう定説だったって。でもやっぱ何年前かだったかな、10年ぐらい前からは結構定置網に入ってるとか、そんな話聞いて。これだけね温暖化進んでいろんな魚が北上してんですよね。本州の中でも魚影が濃いエリアっていうのが一つ一つの魚種で北上してるん で、特に冷水性の魚、カレイとかアイナメなんかは、例えば昔東京湾にはいっぱいいたけど、ほんと減ったよね、みたいな感じで。だけど仙台とか、東北の方行くとね、相変わらずいっぱいいて、だんだん適した生息環境が北上してるので、スズキが北に、北海道に渡るのも時間の問題とは思ってたけど。3日前ね、この海域でヒラメ釣りやってた人にシバスがね、釣れてるんで、いるのは間違いないです。ヒラメを狙ってて釣れるのは分かってんだけど、だったらシーバスを狙って釣ってみたいなって思ったんで、シーバスポイントっぽいところ打ってるんだけど、どうなんでしょうか。昨日もブリパターンの中で出ないかなと思っていろいろやってみて、実際青物を狙ってる人にジグミロとかジグにシーバスが食ったっていう話はね、ちらほら出てるんですよね。でもちゃんとこういったとこで、例えばここの夜河口でシャローランナーを流す釣りは、多分ちょっと北海道の釣りがね全部分かってるわけじゃないんで、間違ってたらごめんちゃいだけど、そんな釣りする人あんまいないんじゃないかと思うんですよね。こういうシャローでフローティングシャローランナーをデッドスローで流すっていう。よし、ラスペイ130、表層をね早めに
もう飛ぶなぁ。出ねえかなぁ。出たら面白いけどなぁ。あの、青くなった方ですね。出るとしたらね。ハリシは右からやっぱ、ハリシはこうですかね。よし。じゃあ、ちょっとお昼ご飯食べて夕方に備えましょう。まあ、ポイントがね、だいたい分かってきました。どういう場所にどういう感じのポイントがあるか。とりあえずこの函館周辺は、ちょっとして湾道上っていうかな、くの字になった地形の中でね、風と潮と波が分かってきたんで、今日以降は当ててってみようかなって感じですかね。行きましょう。はい、午後になりました。今美味しいお蕎麦食って、で、また、川の名前わかんないんだけど、ちっちゃい、こんな川の河口に行きました。で、昨日夕方めちゃくちゃ良かったのは、こっから500メーターぐらい先のサーフなんですけど、今日はね、風が逆だから、もしかしたら岩礁沖に離れちゃってダメかもしんないけど、まあ、鳥はね、チラチラいるんで、ここでやってみようと思います。フリットの125で、サーフでね。飛ばして飛ばして飛ばして、またねバラバラ雨降ってきたり、風は相変わらずめちゃくちゃ吹いてますね。ちょうどここ風裏なんでちょっと穏やかだけど、すごい強風を背負ってます今日。ルアーは飛ぶんだけど、ベイトも沖に離れちゃう風だから、今日昨日のような感じにはなんないかも。で、昨日の潮時を考えると、あと1時間後ぐらいから昨日の状況になると思うんで、波が意外と大きいババアレなんでしょうね。今日南西十何メーターだから、沖の方は相当活路は出られなかったんじゃないかな、船。すごいね、ダイナミックで。いいね、なんか壮大でいいよね。お、あ、なんか降ってきた。なんだ、こんなちっちゃいシーバスじゃないの。あ、なんでここで雨降ってくるんだ。え、なんかシーバスっぽいのが水面で出た。水面をフリットをちょろひょろひょろ言ってたら、とりあえず魚はいる。ルアーを食う魚がいる。鳥が集まんないなぁ。今日はイワシが寄ってないかなぁ。木でもやってないね、今日は。はい、じゃあシャルダス20に変えまーす。こいつで、さっきの謎のバイクの正体を知りたいね。いや、今日は川津がほんとすごい。背負っててこれですからね。ここはね、川の流れ込みがあるんで、ちょっと水がね、サーフの中で違うから。今日は左から右に流れが行ってんだよね。だから、なんか昨日は右から左だったけど、そういうのでどうなんだろう。なんかベイトがいない気がする。鳥が素通り。で、昨日釣ってたとこも素通りですね。人が一人もいないから。どうなんだ、どっかみんな探して、走り回ってんのかな。そういえば、さっき、お蕎麦食べてる時に、ゆうきくんのお父さんの話を、ゆうきくんから聞いたら、昔はシーバスは結構釣れたそうです。こういうサーフでビラメ釣ってると、よくスズキが釣れたんだそうです。だから、温暖化でやってきたわけではなかった。訂正させてください。そういうもんだと思ってたけど。まあ、だから一回、やっぱ、浮遊欄がちゃんと入ってきたかどうかとか、そういう感じで、入ってきたら、津軽海峡戻らない、戻れないと思うんで、ここで一冬越して頑張って生きてくんじゃないですかね。まあ、結構生後が釣れてるんですよね。だから、生後から、まあ、復興涼しサイズまで釣れるんで、群れで入ってきたら大体同じようなサイズばっかりだから、生後が釣れるってことは浮遊欄があるんだろうな。よし、川横断、当たったぜ。清流とシャルダス。いいよね、この音。フックとブレードが当たってシャラシャラしてるんだよね。よっ。荒れてきた海も。なんか目がブリになっちゃうんだよね。シーバスを狙ってる目じゃなくなっちゃう。なんか鳥山とかいろいろ見てるうちに青物探してる。あの前だよ、絶対。まだ今チャンスがあるの。行ってみよう。この辺だ。おで、波だな、この辺。ちょっと300メーターほど北側に移動してきて。この前は魚がいますね。鳥の動きだけ見てたけど。鳥が完全に空中でホバリングして飛ませたり、とても低い位置でやっぱ海中を気にしてる動きをね、この辺で仕切りにしてたんで、あえて待ってんですよ。突き上げられんの。
で、まあ、いまいちなんで、またどっか行っちゃうんだけど、何話も何話も戻ってきては、動きしてるんで、とりあえず見える範囲ではここだけです。いるなぁ、そこだなぁ。始まんないかなぁって、青物待ってるけど、青物にね、ついてくる続きも、チャンスだと思う。厳しそう。どうしようかなぁ、ここじゃないね。ここじゃないなぁ。さあ、ガチペン130。潮目が出てきた。日が完全に傾いたんで。あ、出た、あ、出た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 。さあ、さあ、これは青物な気がするの。あ、でもないな、そんな引かないな。エラー洗いはしないかな。あ、なんか首振り感がまた、どっちだろう。でも十条あるから、稲田かな。青物か。トップで、波が熱い。よいしょ、丸々コロッコロですね。こいつもノータッチで逃がしてあげましょう。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。あと1秒止まってくれたやつかね。40ぐらいですね。よし、こんな感じで。はい、ありがとう。あれだ、そっちじゃないよ。やべえ、楽しいトップゲーム出たね。 80m ぐらい先でしたね。着水で寄ってきたような。わー、鳥が、あー、鳥が掴んじゃった。離せ。わー、ブリもいる、ブリもいる、下にブリもいる。わー、下出た。あー、乗んない。うおー、今今日一エキサイティングだったわ。やば、鳥の真下で出た。楽しい。鳥がね、上にいると魚から見てもなんか空越しに鳥がいて、あれかかっちゃった。なんかいつの間にか食ってた。ルアーも見えないうちにかかってしまいました。着水ヒット。しかもこれスレかな。合わせなかったんで。さあ、行ってきたよ。なんか引きが変だから、多分ね、水面出たのに食ったんだけど、こっちも分かんなくて合わせてないから、ボディに釣れがかりしてんじゃないかな。そんなことはないか。顎ぐらいですかね。よっしゃ。全然めっちゃ口にかかってて、でっかかったけど、引きが良かったですね。よし、じゃあこれで最後だね。さあ、楽しみました。最後トップで満足いくワラソサイズ取れたんで、着水ヒットみたいな感じでしたけどね。楽しかった、楽しみました。はあ、疲れた。ヘトヘトだよ。はい、逃がします。バイバイ。よいしょ。いやー、楽しかった。 OK。 おしまい。締めも取ったし。